に飲み物など用意できたのか分かりませんが、じゃあとりあえず行きます。乾杯。回ってんの？全然飲みました、イエーイじゃあそういうわけでやり直しましょう。
しいな、今日は。天狗党と言いますが、よろしくお願いします。やばい、今の録画されちゃった。ああ、そう、今日ブルーレイをちょっと頼んでるんですけど。その話じゃないよ。その話じゃないよ。こちらで。ああ、そっち。何話すのか。ワフトモーメントの思い出は、直近だと青木さんからパスタをもらったっていうのが一番印象に残ってて、すごく美味しかったんですね。なんか白と赤のパスタ、何のパスタかちょっと分かんなかったんですけど、めちゃくちゃ美味しかったのを覚えてます。あの時のお姉さん今いるかな。いやー、今はいないかな、分かんない。来てらっしゃる。どこだか分かりませんが、どうも。なんかこいつちょっとモテてると勘違いしてるんですよ最近。自分のこと光源氏とか言ってるし。この間鏡を見たらアランドロンが映ってたんで、ああそっかと思ったんです。そっか。元気だ。じゃあ、まあ楽しんでください。じゃあ次の曲。そうだね。じゃあ曲に。
供みたいに泣きじゃくて、あの時こうしてればうまくいったなんて嘘っぱちさ。皆さんお待ちかね、カンパリソーダという曲になります。Soccer!
トモーメントさんの最後のライブということで、そんな時に、そんな大事な回にですねこう読んでもらえたっていうのは非常にありがたく思うし、そう嬉しいですね。私が最初に、ワフトモーメントっていうバンドを見たのは確か 3,4 年前で、その時はまあ別に僕なんかはバンドも組んでなかったし、そもそもこのバンドを、まあ、ただ見に来て、でもうやってるから、あーかっこいいなってすごい思った印象がありますね。でまあバンドを僕らも始めてなんやかんやで知り合って、こうして一緒に同じ日にこう同じところでライブをしてるっていうことがなんか信じられないような感じが最初はしてて、で僕らの企画のライブっていうのが春にあったんですが、その時にも出てもらってすごい楽しかったし、お世話になってるっていう感じがすごいんで、いやー残念だなっていう気がするんですけど、まあでも何事も、まあ、始まりがあれば終わりがあるっていう、まあこれは世の中の、まあ、そういう仕組みなわけで、まあ終わりっていうものはありはするけど、まあ次また何かそれぞれメンバーの皆さんが新しいバンドをやるかもしれないし、もうやらないかも分かりませんが、また何か自分がやりたいことしたいことっていうのがあって、それをやるんだろうと思うんで、新しい、始まりのきっかけにもなることなんだなっていうような気がして、感慨深いですね。はい、同期の江口くんっていうのは同い年で、よく会って遊んだんですが、山形に行ってしまうっていうのは非常に寂しいんですけど、まあ、お別れではないというように僕は思ってるんで、うん、そうちょっと疎遠になっちゃうかもしれないけど、来てくれれば絶対会いたいなと思う人だし、仲良くこれからもしていきたいと思う人なんで、まあ、そういう意味で、まあ、深く考えずに、ね、まあ、もうこれでもうお別れだっていう感じではないんでいいかなと思います。いいと思います。どうでしょう僕は泣かないよ絶対。じゃあ最後の曲、決別っていう曲なんですが、まあ聴いてください。じゃあこれ最後の曲です。
思い出ばっかりだね、本当に本当に良かったです。どうもありがとうございます。